医者と相性が合わないんですけど。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル。よく患者さんの悩みで主治医と相性が合わないんですけど、あるいは主治医と相性が合わないから別な病院に変わった方がいいでしょうかみたいな相談を受けることもありますね。この医者と患者さんの相性という問題、これは多分患者さんにとってすごく重要な問題と思えるんですけども、ドクターの側から見るとですね、医者と患者さんの相性っていうのはまあないですね、ほとんどないと言っていいんじゃないでしょうかね。精神科の中でも多少は関係するという立場の人もいるんですけど、私はないと思っています。なぜならですね、まあ毎日何十人もこうやって患者さんを診察するわけですけど、この患者さんは相性がいい、この患者さんは相性が悪いとかですね、考えてる暇とかないですからね、それはね。なので相性っていうのはある種思い込みですね。先生に厳しいこと言われたら相性が悪いとかですね、多分そういう表面的な行動の行き違いを持って相性がいい悪いを判定しているのではないかと。あとですね、恋愛でもそうだけども、私たち最高の相性、運命の人を見つけたわっていう人で1ヶ月ぐらいで離婚してる人って、実際私の知ってる人もいるんですよ。それもまあ思い込みですよね。だからね、相性が悪いと思ってですね病院かかると、そういうネガティブな気持ちが出るので、僕あんまり良くないんじゃないかなというふうに思います。あとですね、相性いい悪いっていうのはですね、病気が治ればね相性がいいドクターになるんですよ。最初僕も若い頃ですね、患者さんがこんな若い先生は嫌だとかですね、上の先生にもっといい先生に変えろとか、いろいろこう、直訴する人、患者さんがいるんですね。でも病気が良くなって帰ると、本当どうもありがとうございましたと、先生みたいな素晴らしい先生に見ていただけて本当に良かったですって退院する時に言っていくんですよ。ですから病気が悪くてうまくいってないところのモヤモヤとした感情が、相性が悪いっていう言葉でこう表現されてるだけなので、病気が良くなっていけばですね、相性がいい先生に変わったりするんですね。だから僕はあんまりその辺にはこだわらないで、もうちょっとこう数ヶ月とかですね、半年通ってない相性が本当に悪いと思ったら、僕は病院変えてもいいと思うんですけど、1回2回で相性の良し悪し分かりますかと。例えば恋愛のパートナーも1回2回会っただけでね、分からないでしょうということがあるので、その相性を判断するにしても、皆さん本当に1回で病院変わっちゃうので、それってもったいないなと思うので、もう少しね長く相手のことを観察してもいいんじゃないかなと。あと、そういう相性という幻影にね惑わされないでほしいなというふうに私は思います。精神医学心理学を分かりやすくお伝えする精神科医カバサワシオンのカバチャンネル。次回見逃さないためにも、赤いボタン、チャンネル登録のクリックをお願いします。